ただいまご紹介の委員ご紹介の私が福田武雄でございます。日の丸の旗っていいですね。皆さん、この日の丸の旗で日本中を埋め尽くすような日本の国を作りましょうや。どこまでか、国内的にはもう非常に国の問題、あれは日本人でございます。まずはそしてこの前流れたりなくですか、この難波の花ね、今おつりとございました。ありがとうございました。立派な花束、本当にありがとうございました。玉木ダブアでございます。では皆さん失礼いたします。ありがとうございました。ありがとうございました。どうも。男本位の政党の中の飾り物ですから、本当に女の力になったことは一度もありませんでした。このような残念なことを反省し、日本の社会も戦後30年高度成長が続きまして、